思うかもしれないですけれども、頑張るという行為、感情っていうのは実は演じる上では雑念なので、どうも日向です。さあ早速今日もやっていこうと思います。今回はですね、声優の養成女性、声優の専門学校生がよくやる間違った演じ方を紹介していこうと思います。もう早速紹介していこうと思います。まず一つ目、何も考えずに感じるままに演じるです。これやる人多いです。これね、半分正解で半分間違いなんですね。でもこの半分が足りないのが大きな間違いなんです。なぜなら物語の登場人物とあなたの性格は違うからです。同じ出来事に遭遇したとしてもどういう風に反応するか、本当人それぞれなんですよ。例えば電車に乗ってて席を譲ってもらって、あ、ありがとうと感謝する人もいれば、譲ってもらったことに対して自分を年寄り扱いするのかって怒る人もいるし、譲ってもらったこと自体はありがたくても周りの注目が集まって恥ずかしいからやめてくださいって遠慮する人もいるじゃないですか。ただ席を譲ってもらうという行為だけでもいろんな反応の仕方があるんですよ。この反応の仕方を性格の違いと言ったりするんですよ。何も考えずに思うままに演じてしまったら、台本の中に登場するキャラクターの設定を完全に無視した別人であるあなたがそこに存在してしまうんですよ。感じるということ自体はめちゃめちゃ大事なんですけれども、物語の登場人物としてあなたが演じるキャラクターとして感じられない演じ方はダメです。この演じ方をね、チョイスする人ってね、もう考えるのを放棄して、役作りを放棄して、もう分かんないから、とりあえず感じてやろうってやる人が多いんですけども、これは大きな間違いです。やめましょう。二つ目、頑張って演じるです。これも間違いです。演技をするとき、よしやるぞ、発表だ、気合を入れようっていう人いるんですけれども、これも間違った演じ方です。実は、頑張るという、感情というか行動っていうのは、役にとっての雑念でしかないからです。例えば物語の登場人物が大切な誰かを失って涙を流すというシーン、そんな時に物語の登場人物は大切な人ともう二度と会えないんだっていう悲しみがこみ上げてくるから涙が出るじゃないですか。あなた自身も大切な誰かが亡くなってしまったら、泣こうとしなくても頑張らなくても涙って出てきますよね。頑張って泣こうってしてしまった瞬間、頑張らなければ泣けないぐらいの関係性なのかってことになるから矛盾してくるじゃないですか。意外に思うかもしれないですけれども、頑張るという行為、感情っていうのは実は演じる上では雑念なので、頑張って演じてはいけません。3つ目、何々さん風に演じるです。これも大きな間違いです。あなたの憧れる声優さんいらっしゃると思います。で、憧れてるからこそその人の演じ方を真似したくなる気持ちはめちゃめちゃわかるんですけども、これも間違った演技の仕方です。例えば花江夏樹さんいらっしゃいますよね。花江夏樹さんは何かを演じるときに、よし花江夏樹風に演じるぞってやりますかね？絶対やらないですよね。プロの表現者であればどうしたらこのキャラクターの気持ちになれるか、この状況を素直に信じられるか、どうしたら自然発生的にこの言葉が出ちゃうのかっていうのを研究し尽くして、準備をして準備をして準備をして表現の場に立っているだけなんです。だから何々さん風に演じるっておかしいんですよ。これも2番目の頑張って演じると同じで雑念でしかないんですよ。じゃあ演技って何なのかっていうことなんですけれども、演技というのはその台本の世界の中で人間としてただただ一生懸命生きているだけなんですよ。演技ってそれをやるだけなんです。だから役作りイコール人間作りだし、セリフの掛け合いは人間同士、登場人物同士のコミュニケーションでしかないんですよ。とはいえその人間作り、その想像上台本の世界を一生懸命生きるってどうやればいいのっていうことなんですけれども、これ気になると思うんですけども、これを説明すると実は1時間ぐらいの長さになっちゃうんですよ、動画の長さが。これだけでね、そんな1時間の動画なんかね見たくないじゃないですかね。なのでもし本物の演技ってこういうものだ、しかもそれを自然に楽に演じるにはどうしたらいい、これを手に入れたいという人がいたら、僕が代表を務めるスクールの方で、体験レッスンやってますので、興味ある方はこちら の, QR コードとか動画詳細欄とか概要欄の方からスクールのホームページの方チェックしてもらえたらなと思います。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ